人の世は縁と申します。結んだ糸が絡みつき、もろく哀れな彼岸花、怒り悲しみ涙に暮れて、午前零時の帳の向こう、晴らせぬ恨み晴らします。はい、どうもこんにちは、サナです。今回も青鬼5倍速やっていきましょう。というわけで、なかなか久しぶりになってまいりました。それはなぜかと申しますと、まあ前回ね、ちょっとした短い動画を作りまして、突然セーブデータが消えてしまったという、衝撃的な動画でしたけども、まああの時私正直あまり焦ってはいませんでした。なぜかと申しますとね、やっぱり青鬼っていうのはまあフリーソフトでもありますし、まあちょっとストーリーが凝縮されてますからね、まあ復旧というか、まあここまでやり直すのも別にいささかしんどくはないなと、めんどくさくはねえなと、まあ改めてちょっと青鬼の良さを入り浸るにはいい機会かなと、まあ逆にね、ちょっとポジティブシンキングに考えておりました。というわけで今回も青鬼頑張ってやっていきましょうね。前回は地下室の鍵を手に入れて、こっちのね、ここ、いきなりでできたんだけど、床落ちるまでは別に計算づくだったんだけどな。いきなりね、こういうことがありますからね、やっぱ楽しいな、青鬼は。定位置かよ。定位置で出てくるのどうしよう、あれ。こっから落ちたらやばいから。開かないのかよ。どうしよう、最初からむずい、これ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、やばい、やばい。止まっちゃダメだからな。こう行って、こう行って、こう。ああ、いけるか、いけるか。よかった、よかった。いけた、いけた、よかった。ちょっと、なんかちょっとあれでしたね。ちょっと短い登場というか、まあ、簡単に、ね、僕たちを見逃してくれたというか、よかった、よかった。で、ここ真っ暗ですから、とりあえず今は、このライターをつけておきましょう。で、ここですかさずセーブだ。よし、オッケー。今回はセーブもできますからね。前回はセーブをしようとすると、なんかセーブデータがどうちゃらこうちゃらみたいな感じで出ちゃって、あれどうしたのみたいな。で、ここら辺がちょっと暗いですからね。一回ね、このブレーカーをつけるんですよ。部屋のブレーカー。こっちかな、ここかな、これ、え、ん、ん、あ、こっち、ああ。よー、ここかな、ああ。よし、ここかな。で、ここのブレーカーをつけ、そうだって忘れた、このブレーカーつけた途端に出てくるんだった。どうしよう、どうしよう、これ。とりあえずやってみっか。一度はちょっと経験しとくのべきかな。あれ？出てこない。よかった。なんか出てくると思ってたんだけど。ああ、何も出てこないじゃん。よかった。で、確か、ここの部屋これですね。で、ここ、湯を抜きまして、で、こっちかな？赤い鍵。赤い、こっちか。こっちに押す。あー、違った。しまった、しまった、しまった。どうしよう、どうしよう、どうしよう。いけない！あー、よかった。こっちですね。こっちで階段を見つけて、ここね、一応まだ鍵がかかってますから、ここはちょっとまだお預け。で、ちょっとセーブしておきまして。で、ここの部屋にもね、ちょっと絵本的なものが隠されてるんですよ。この本棚にね。ゴシックですね。で、この絵本をちょっと見てみましょう。二人いますね。一人います。二人います。二人います。しおりを手に入れました。カラフルですね。で、ここでセーブ。で、このしおりがね、こっちで役に立つんですよ。あれ、今回ちょっとすんなりいけるな。みんな出てこないぞ。ね、金髪の青鬼さんしか出てこないし。で、ここで、ちょっといろいろと、この、また暗号がね、あるんですけども、ちょっとね、ここはまたね、やっぱ攻略サイトに頼っちゃうんだろ、セナさんは。つっていつもね、皆さん思うんですけども、思われると思うんですけどもね、まあ、今回ちょっと自力で解いていきたいと思いますよ。ここのアイテムを使いまして、まずこのプラスドライバーの芯を付け替えます。で、このプラスドライバーで、こうね、こじ開けるんですよ。で、ここに何か差し込むか？差し込む？いや、正直な、ちょっとショットガンで撃たれた後で、としか思えないんけど、まあ、とにかくここの、なんかあのここのところにこのしおりを挟むというね、斬新な頭のひらめきといいますか。で、ここで、見てほしいのが、この赤色と青色と白色と緑があるんですけども、このね、今、とりあえず色のね、あれですよ、個数が単純に少ない方から、この番号を打っていくみたいな。まず赤が1ですよね。で、次緑が2。で、白が3。で、青が、7。これで？俺見てくださいって、もうほんとね。
これで開くんですよ。でここでセーブ。でこっちもね一応隠し扉というかあったような気がするんだけど。よし。でここも鍵がかかってます。いろいろと鍵がかかってるところが多いですかね。まあ出てくるとは思ったけどな。俺セーブしてるか俺。大丈夫、ここ一応開いてる、開いてる開いてる、よかった。でここも一応開けておきましょう。でセーブ、ここでもう一回、ここら辺でセーブの方がやりやすいかな。2人出てくるんだった、そうだった、2人出てきて2人を巻くためにここの部屋に、あー左手の部屋に入らなければならないんですよ、どうしてもね。ギャー、あーすぐそば、すぐそばにあったのかな。これはまた なかなか鬼門ですね。あーくそー、1マス、1マスでたったの1マスで生死を決めるのか。ここだ、よっしゃ入った、うまい。セナさんうまくなってるんですよこれ。ふわっティ編からね着実にこのね、なんだろう、プレイ技術のなんだろう、進化がね手に取るように分かるというか、ちょっと自分でも感動してる。でここのね絨毯がちょっとめくれ上がってるんですよね。普通だって気づきません、こんなところ。ここにめくれてるのが円盤が手に入るわけです。で円盤が手に入りまして、ここら辺で普通はセーブでしょう。でこっちの奥に行きますよね。この中にヒロシ、タクロー、タクロー無事でしたか。あ、だが足をくじいちまったんだ、俺はしばらくここにいるよ。そうですか、先頃見つけたの持って行ってくれ。巣を手に入れました。なぜ巣なのか、なぜ巣なのか、まあ当時ね初見プレイの人は疑問に思ったことでしょう。この巣がねいろいろと役に立つんですよ。今は役に立たないが、あ、この赤い鍵につけるんですね。巣をつけるとサビのね、サビじゃなかった、鍵のサビが取れる、サビの鍵が取れるんじゃない。これで格子戸の鍵を手に入れました。格子戸といったら、あんたか、うわどうしよう、またタクロ、またタクロ、ごめんなさい本当、ごめんなさいね。でここでもうすかさず赤い鍵、よしセーブ。ふわっティさんが久しぶりに出てきましたからね、ちょっと警戒しておかなければ。うにゃっ、よーしよしよし、うわ負けたと思ったのに。こう少しずつ近づくんですね。でここら辺でもう一回セーブ、よーしよし、徐々に距離を詰めてきた。はい、ダメだ、ふっふーがもう死亡フラグなんだけど。はい、よし、こちゃこちゃこちゃっと動くんですよ。あ、またか、もういいって、もうもういいもういいもういい、この天丼はもうなし。ここら辺で来るともう自動的に追っかけてくる。ここら辺でセーブをしておこう。よし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 。でここで、マジか。うわあ、これきついな。ちょっと、こしょ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 。でもどうしようどうしようどうしようこれ。避けれない。あ、いけるかいけるか。よしよしよし。よーやー、うろちょろしてる場合ではないぞ。よーしよしよしよし。でここで星の鍵を使いましょう。この円盤なんですね。この円盤がな、なんだったっけ、この円盤がどうした、円盤があるだろう。で、これで赤が2つ、黄色が3つ、で、青が1つ。ん？なんだったっけ、え？これ、なんか時計回りにこの円盤を見てやってたような気がするんですよね。だから、赤、黄、黄、青、黄、赤。赤。赤、黄、黄、赤、黄、ごめんなさいね。赤、黄、黄、青、黄、赤。青、黄、赤。はっ、もう忘れるから忘れるっちゅうの。青、黄、赤。
おお、わかった。これで金属の棒を手に入れました。この金属の棒とこの円盤を組み合わせることによって、はい、鍵がカチッとできるわけでございますよ。いや、これできました。ここでセーブしておきましょう。よし、さあここで階段を上がりまして、さあ、あののっぺらぼうとですね、金髪青鬼と、まあ、どなたかじゃんか、まあ、あの青鬼がいっぱい出てくるまでから、ここかいけるか。よし、セーブだ。ここね、ちょこちょこ行ってたらね、出くわさないんですよ。隠し扉使いました。で、ここでロープを発見するわけです。どこだどこだ、ここは。ここら辺から外へ出られそうですね。早速拓郎を連れてこよう。ここがね、ヒロシのこの最大の誤算というか失敗というかね。さあ、そこら辺でセーブをしておきましょう。で、拓郎を呼び出すあれなんですけど、手厚い、おっとなってるんですけども、ここのね、拓郎が、うわー、まだいる。本当かよヒロシ。拓郎が仲間になった。てれてれてれてて。で、拓郎、ここまではまだね、無事でしたんですけども、あー、セーブしとけばよかった。あー、しまった。うわー、早い早いよ、早い。ちょっと待って、ま、タクロ、あ、タクロ、くしょー、ブランクなしで詰めてきますからね、向こうも。よしよしよし、いいぞいいぞ。さあ、ここでグイン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 してますから、うわー、うわ、あ、止まってちゃダメ。どうしようどうしよう、これいけるか、もう一回いけるか。いやー、ここもうまっすぐ行こうかな。うわ、あ、ちょっと待って、これさ、やばいな、これ難しいな。うわー、あそこの左に行ければな。にゃ、よし、オッケー、うまい、確実でしょう。よし、オッケー。で、逃げました。で、ここで一応セーブしときまして、さあ、ここからどうなる。ここでこれなんか落ちてるんですね。裏口の鍵を手に入れました。この裏口の鍵というのがね、別館へ行く鍵というわけでございますよ。ちょっと待ってくれ、あ、セーブか。よし、じゃあ行くぞ。ふっふっ、出ましょう。もう、 うわうわぁ、うわぁ、こちょこちょ行かなければいけないか。で、こ、こまめにセーブも必要だった。忘れてたぜ。うぅ、ダメだ。ダメだ、ここが負けない。いやぁ、よーし、よし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 。こっちに行くんです。ここ、うわ、あ、あ、そう、遊んでるのか、向こうは。よしよし、出ない。よし。で、ここですよ。ここね、開けておきました。ね、うん、いろいろで、やっておきましたからね。この裏口の鍵を使います。で、これ。うわぁ、あ、いなくなった。はぁ、よかった。とりあえずよかった。死ななくてよかったです。で、ここね、別館にようやく入ることが、できるのが、よーし、OK。で、入りました。ええー、疲めんどくさい。よし、出ないな。やっ、やっ、ぴゅっぴゅー。穴の中降りるのは危険ですね。というわけで、やってきましたね。ここが皆さんのよく知る別館ね。次からはじゃあここを攻略していこうかな。今回はじゃあここら辺で終わっておきたいと思います。まあいろいろと待たせた挙句、まあいつも通りの尺の時間というかね、まあ普通に今回も青にサクサクと攻略しただけですが、まあいかがだったでしょうか。久しぶりで俺もなかなかね、あれでしたけども、まあこれからもね、セーブデータとか、まあそんなハプニングはなしで攻略していきたいですね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回またご会いしましょう。それでは失礼します。ありがとうございました。